車内やばいっすよこれ。やばいっすか。車内やばいっすよこれ。しかもですね、シートベルト塗ってあるじゃないですかこれ。うん、いやそれ。え、これ白のやつですか。あるんですか。まあ、やっぱ汚れる。こう汚れますねやっぱり。こういう風に確認するんですね。うん、うわ慣れない。こっち見ちゃいそう。そうそうそう。あ、すごい。で後ろが見えないんで。そうですね、ここでじゃあ森さん行きます。車線変更はね、これで見た方がいい。これですか。これ見て、これ見て。怖っ。やっぱ向こう見ちゃう。うん、そうですよね。すごいな、これ。車内が明るい。待って、見えないですね、これ。反射して。うん、結構行きますよ。本当ですか。バウンドしてバカーって行かんすか。うん、あ、でも乗り心地普通。いいでしょ。普通にいいんですけど。エアサスの割には。おお。結構張ってますよね、でも、うん。ブレーキすごいタッチがいい。これ知らないとガンっていくっすね、多分。うん、そうですね。あ、干渉する、干渉する。多少はね。多少は干渉する。これ走る車じゃないですね、でも。イベントの車ですね。すごい。これはあんま普段乗らないですか。いや、乗れるときはなるべく乗るようにして、うん、乗らなすぎてもなんかあんまり調子悪いですよね。 うわこれすごい分かりにくい。分かりにくいし、分かりにくいですね。こっちの方が分かりやすいですね。分かりやすい。バックはまた別ですもんね、こっちね。カメラが2個ついてたんでなんだかなと思ったんですけど、うん、でも乗り心地が全然いいんですねこれ。もっと悪いかと思ったんですよ。もうちょいこう自分の好みの車高に合わせて乗れば、はいはいはい、もうちょっと良くなるかもしれない。あ、これ目立ちますね。見られるんですか、してると、うん、何あの車ってなって。でもね、バットマンゴーの時からもう見られるの慣れちゃってるから。あ、もう何とも思わんすか。もうへーって感じですよ多分。うわすごい真っ白だ周りが。今だってこれ曇ってる状態でこれ反射してますよ、ガラスにも。そうそうそう。さすがに僕白にしたら多分普段乗らないですね。もうなんか触りたくないですよ、こうやって手垢つきそうで。これ U ターンできます。全切りまずいですかね。いや、できるでしょ。いきますか。俺さ、本当っすか。信じますよ。全然できますよ。全然できます。あ、本当だ、本当だ、全然大丈夫。おお意外といけるんですね。いやこれがすごい。しかもなんかシート気持ちいいですねこれ、うん、なんか変えてますね。もともとですか。これも純正のに張り替えてるから。すごいなんか柔らかいですね、うん、なるべく純正の良さをね、あ、うん、悪くしないように。革もすごいしっかりしてるね、うん、またこれハンドルも白なんで、あんまりこう触りたくないですよね。気使わんすか。いやまずかった。何ですか。また張り替えればいいですよ。また張り替えればいい。なんか何百万かかるじゃないですか、すると。時間もかかるし、お金もかかるし。だって今日の明日でできることじゃないじゃないですか。そうって思うとなんか、気が利きますね、やっぱり。いや、森さん、こうやって乗せちゃうと、あれですやりたくなるじゃないですか、僕も。やったほうがいいですよ。やったほうがいいですか。人生一回しかないんで。そう。なんかアトラクションですよ、この感じが。ホテルのロビーにいる、なんて言うんだろう。なんて言うんですか。ホテルのロビーというか、そんな感じですね。そんな感じですね。部屋っていうんですか、なんかおしゃれな部屋にいるみたいな。やっぱね、みんながね、こうやって車乗んないとダメですよ。やっぱそうなんですかね、うん、乗らないと、やっぱ若い子たちが真似してやらないですもんね。乗りたいなって思わせないと。そうですね。でもやっぱ周りにいないと、うん、そうならないですよね。そう。だから普段なるべく乗ることですよ。あー、うん、確かに影響させないからですね、うん、そう。いや森さん、なかなかこの車乗るのはプレミアじゃないですか。結構人乗ることあります。うん、いや奥さんしか乗んないですね。いやまず普段その動かすか動かさないかで分かって。運転したのは俺とそのブラックパールの社員の人だけじゃないですか。いややば。じゃあ僕超プレミアな経験しましたね、うん、そうですよ。ありがとうございます。いいありがとうございます。この思い一生忘れません、はい、いやでもすごいですね本当に。いや変に気使った今。助手席乗ったの初めてやろ。本当ですか。
でもなんかあの思ったんですけど、もっと重たいと思ったんですけど、パテいっぱい持ってるじゃないですか、もっとうんってなるかと思ったら全然なんもないですね、こんな感じなんですね。燃費とか落ちます？燃費も変わらないんじゃないですか。変わらないですよね、言うほど。意外と分からんですね、もっとよいしょってなると思ったら全然分からんですね。すごい感動した。いや皆さん車もっといじりましょう。いじって乗ると、いじって乗る、乗る。でももうやると思ってやらなきゃできないですよ。そうそうそう、なんかよくあるじゃないですか、もうすぐこれつけてでも思ったらやらないと多分一生できない気がします。いやそう思いましょうか。でね、乗れる車をいじると。乗れる車ですか。あ、いじ乗れるようにいじる。ああ、うん、普段乗れるように。う これはどうなんですかね。普段乗れます。ただ乗れますけど100円パーキングに入れない。入れないですよね、あれ。あのフラップがあるとね、はいはい、幅無理じゃないですか。でもフラップがなければ幅はギリギリいけるんで。ああ、でも都内とかパーキング行くと幅がだいたい2メーター以内の5メーター以内ぐらいじゃないですか、うん、あんまりやっちゃうとギリですよね。ギリギリですよね。あ、だってベンツのロングって入らないですよ、うん、と思うと幅はこれでも怪しいじゃないですか、うん、でもあとも洗車機できないですね。手洗いですね、まあ、手洗いですね、うん、いや森さんすごいですねこれ。うわこれやりたいですよ僕、白に。すごい。でこう白も使い分けて、こういうところはもともとこういう白にしてるんですよ。ちょっとこう、あ、クリームっぽい。なんかパールっすか、これ。なんかパールっぽくないですか。そう、汚れてもそんなに目立たないような、もともとの色なんですよ、これ。はー、あ、それで、そうそうそう、白と何て言うんだ、3色っすか、うん、3色違うっすもんね、色が、うん、今のでも外車の高級車は結構真っ白じゃないですか、うん、そういう感じですね、うん。僕嬉しいです、とてもすんごいいい車乗らせてもらいました。はい、プレミアな経験をさせてもらって、はい、森さんよかったらまた今度セルシオの方も。そうですね、余計よろしければ取材の方、セルシオも今大改造中なんで。ケースが出ますんですよ。うわ、間に合わない。あ、間に合わないですか、うん、あ、ただセルシオのものを結構フーガに移植したんで。ああ、うん、セルシオはちょっと狭狙ってこうかな。はい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 、うん、じゃあまだ次のイベントですか。そう、ちょっと長いじゃあもしよかったらまた完成したら取材お願いします、はいはい、皆さん嬉しいですMZTV 最終回かなこれ。こんな感じで今日は森さんにわざわざ来てもらったので、またお願いします、はい、お願いします。では皆さん、はい、さようなら。